こんにちは。こんにちは。はい、本日は、今年ですね、ミセスコンテストに、挑戦される、中野由紀さんのお話をお伺いしたいと思います。本日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、それでは早速なんですが、由紀さんのですね、夢ビジョンについて教えていただけますか？なんか夢っていう、切り口で言うと、ちょっとよはくい。わかんなくなっちゃうんですけど、はい。まあなんかみんながこう、うん。なんだろう、そのね、なんかそうそう、その質問でね、私はすごく感じたのが、はい。なんだ、真面目スイッチがね、押されちゃうなって思って、今までのね、私のパターン、結構こう真面目にちゃんとしなきゃ、きちんと変なこと言っちゃいけないとかね、なんかそういうのにすごくがんじがらめになって生きてきた節があって、そういうふうになると、すごくこう、なんだろう、身動きが取れなくなっちゃうんですよね。なので、なんかもっとこう、真面目じゃなく、楽しさで、きちんとしなくていいから、本当にこう、やりたいことを、こう思いっきりね、失敗してもいいから、ちゃんとできなくてもいいから、いや、なんかこう、思いっきりやりたいことをやるっていうね、なんかそういうことを私はこれからそういうふうに生きていきたいし、そういうふうになんかこう、正しさとか真面目さとかよりも楽しさ、面白さで、いろんなことをしていける人が増えていったら、なんかこうもっと社会全体が明るく生きやすくなっていくんじゃないかなと思います。なので、まあ、私もそうやってそういうふうに楽しく生きる姿を見せていきたいし、なんかこうね、真面目じゃなく楽しくやりたいことをもうやろうっていう人をこう応援していきたいなと思っています。もう自らね、今もちょうどもうあれですよね、実践中と戦い中うこですとですね。ね。はい。そしたらですね、それ具現化するためにですね、目標計画はどんなことを立てられているんでしょうか。目標計画っていうとまた分かんないんですけど、はい。とにかくなんだろう、日々うん。がこう選ぶときに心がけているのは、なんだろう、心がけてるのは、なんだっけな、きちんと、ね、真面目にっていうのよりも、こう、なんだろう、やりたい、本当にそれは私がやりたいことなのか、失敗しそうだったり、できなそうだったとしても、やりたいことだったら、やってみるっていうことを、まあ、意識してたり、その人から、これやってみたらって言われた時に、なんだろう、心がときめいたり、ね、いや、無理だよって思ったとしても、なんかちょっとワクワクするわって思ったことは、やってみちゃうっていうことをやってます。なんかこのね、今挑戦しているミセスコンテストも、本当にそうで、今まで私はヒプノセラピストとして2年前に起業して、ヒプノヒーリングセラピーを、まあ、王子のね、キャラで、ガラスの王子っていうキャラでやっていたんですね。で、それでもう王子をやること自体も、まあ、私にとってはこう、なんだろう、今までの私だったら絶対やんなかったことなんですけあれでど、すよね。髪が本当はね、この間まで
前は長かったんですもんね。そうそうそう、今まで金髪でね、あの王冠をかぶって活動してたんですよ。はい。もうでなんかそれでやってきて、まあ、王子がだんだん板についてきて、うん、あのね、お客さんも来てくださってっていう時だったんですけど、はい、まあ、そんな時にそのいやミセスコンテスト出てみたらってね、それあのたまたま知り合った住職さんにお声掛けをいただいて、なんかで最初は全然ピンとこなかったんですけど、はい、なんかこうなんか面白そうだなと思って、やってみようかなと思って、そうそう今ねミセスコンテストの方にシフトしてきています。うーん、はい、周りからのお声がこういろいろねかかって、うん、あの出会いがね、うんあってそっちにこう進む、ね、その選択をされているということですけど、あのじゃあその目標計画に対してですね、あの現在はどのような活動指針を持って、どのような基本活動をされているんでしょうか。そうですね、はい、そのうんとですね、はい、なんだろう、うん、まあ、とにかくその自分があのね、ミセスコンテストもこうスッといかないんですよ。いろいろやっぱりこうでミセスコンテストに出るっていうことは、うん、つまりこうもう自分の輝きを最大限に発揮して、うん、そのなんだろう自分で一つ一つ決断してあの自分を思う存分あのはなんだろう自分自身の才能とか自分の輝きとかを、うん、もう最大限に発揮して目立って、うんあのね、それをこう打ち出していくっていうことなので、うん、それはね今までの私だったら、うん、今までの私ってもうすごくこう目なんだろう目立たないように目立たないように生きてきたんですね。でそのな自分のこう、うん、輝なんていうのかな目立ってしまったらこう、いじめられるとかね、うん、あの出る杭は打たれるとか、うんうん、だからこうできるだけこう自分のなんか輝きが出ないように出ないように出ないようにでなんかこう自分が主張したいことがあってもなんかこうグッと抑える、うんで抑えてこうなんかこう波風立たないようにずっと生きてきて、もうそれはね、まあ、ヒプノセラピストになった時点で、うん、もうその生き方やめようって思って、もっと自分は輝いていいし、その自分を自由に表現していいんだっていうことをね、もう伝えたくって、もう私もそうやって生きることを選択したらすごく自由に楽しくなってきたし、それができない人がいっぱい周りにね、あのいたりしたので、うん、なんかみんなにもこういう生き方楽しいよっていうことを伝えたくて、うん、セラピストをやってたんですけど、でもやっぱりまだこう、うん、こう抑えちゃう部分があって、うん、目立たないように、王子やってるくせに目立たないようにとか思っていたり、うんうん、そのね才能もこうなんかこうあのなんか自信ないのでちょっといいですっていう感じに、ね、なったりしていたんですけど、もうそれをやめようって、うん、本当に自分を最大限に発揮して輝きを放って生きていいって自分に許可し続けることだったり、うんうん、でその自分の望みを叶えるために周りにもうその協力をお願いしていくことだったりするんですよね、ミセスコンテストに挑戦するって、うんまあ、そのなんかこう、ね、今まではやっぱりその周りに合わせていたり、
自分がこうしたいと思ってもなんかいや悪いかなとか思ってこうその言いたいことをちょっと抑えたりっていう部分があったので、それを出していくっていうね、あの日々で、やっぱりそのね、パートナー旦那さんとも、こう今までと関係性が変わってくるので、あのいろいろね喧嘩になったりとか、その周りのやっぱり協力が絶対必要なので、そうですよね、本当にね、そう日々日々困るっていうか、どうしようみたいなことがねいっぱいあるんですよ。それをそのなんだろう、クローズドの、 あのヒプノセラピスト仲間でね、あの作っているグループがあって、その中で今私は毎日ライブ配信をしてるんですけど、そこで、あの こんないいことがあった、こんなことに困ってる、これどうしようみたいな相談をしたり、お喜びをシェアしたりして、こうみんなの、助けを借りながら、で、なんだろう、そうやって、悩んでる自分とか葛藤してる自分も全部見せながら、この挑戦をね、みんなにシェアして体験をシェアして、でも挑戦するって楽しいよっていうことも、見せつつやってます。いや、答えになってるか分かんないです。もう実際にもうまさに今されていることですよね。そうですね。そしたらですね、そもそもなんですけども、はい、その夢ビジョンを持たれるようになったきっかけは何なんでしょうか。そこにはどんな発見出会いがあったんですか。そうですね、はい、なんで今これをしてるかっていうことですよね。 なんでこれをしてるかっていうと、まあ、なんか私は本当に数年前のそのヒプノヒーリングセラピーに出会うまで、はい、あのずっと24歳からうつを繰り返してたんですね。なんかもともと看護師になって、はい、看護師になりたいっていう夢があったんですよ。なんかあの国境なき医師団とか、はい、ね、マザーテレサとかに憧れて、なんかそういう生き方がしたいと思って、でまずは看護師として即戦力になって、もう世界中でやっぱりいっぱいそのなんだろう、困ってる人たちがに、奉仕に行きたいな、何か役に立ちたいって思って、まずは看護師になろうと思って、その夢に向かってずっと、はい、8歳からですね、8歳から、ずっと、頑張ってきたんですけど、はい、看護師になったら、うん、もうなんか全然うまくできなくて、なんかね、1年半でうつになっちゃってから、ずっとなんかこう復職してはまた再発っていうのを繰り返して、それがなんかこうなんだろう、7年、24歳から本当、だから今34なので、7年ぐらいですね、もうずっとそのなんかこうまともに働けないっていうかね、なんか働いててもすごくこういつ再発するか分かんないみたいな感じ の、 あの生活がずっと続いていて、でなんかその なんでね、こうなっちゃったんだろうっていうか、なんかこっからどうやったら抜け出せるんだろうと思って、ずっとなんか考えて、いろいろもう本当にその当時から、とにかくこっからね、また抜け出すっていうかね、本当にうつを治すにはどうしたらいいのかと思って、出会う人出会う人のから言われたことを実践して、ずっとその自分自身と向き合ってきたんですけれども、
その中で一番気づいたことは、うん、はい、なんか自分を大事にしてなかったなって思ったんですよ。こうなんていうのかな、自分を犠牲にして人に尽くす生き方をしていたんですよねっていうことに気づいたんですよね。自分をまず満たすっていうことよりも、自分が満たされてなくってもなんか人の なんだろう、例えばこうもう看護師だったらナースコールが鳴ったらもう何も考えずに走る、うん、なんかそれがもう生き方すべてに身に染みちゃっていて、うん、自分の状態がどうであれ誰かに助けを求められたら何も考えずに行く、自分がね、元気だろうが元気じゃなかろうが関係なく行くみたいな、なんかそれがこう、なんだろう、生き方のベースに入っちゃっていて、なんかでもそういう風な生き方をしてると、うん、常にやっぱりこう満たされてない状態で、うん、どんどん疲れがね溜まってっちゃうんですよね。だからなんかこういつもエネルギー不足になってる感じがするんだね、うんうんうん、いつも疲れてる感じがしていたので、これじゃダメなんだなって気づいて、でまずは自分のもう心と体を一番大事に、自分自身を第一優先にして、まず自分を満たしてから、その溢れたね、コップから溢れた部分で人の、人に手を貸したり、うん、できることはお手伝いしたりっていうことをする生き方にしていこうってね、思ったんですよ。それがね、25歳とか6歳ぐらいだったかな、にそれを気づいて、そこからこう自分でなんか多分その鬱を繰り返すってことは心に傷があるんだ、なんか何か癒されてない傷があるんだろうなと思って、まずそこを癒そう、ね、人を癒す前に自分自身を癒すことから始めようと思って、ね、その自分の心の傷とずっと向き合ってきたら、その心の傷が癒されてきたら、今度こう自分の魂の望みっていうかな、なんか私はこれがしたいんだみたいなのが、もう湧き上がってきて、なんかね、それがこう私にとってはもう挑戦したいだったり、冒険したいだったり、もう常にこう、ね、新しいこと、興味が湧いたことをしていきたいっていう望みがね出てきたんですよね。この魂の望みをまずは満たしてあげる、この姿を多分見せていくことが私の何だろう、一番こう役割を果たせる状態になるんじゃないかなと思って、そうですね、その、今そういう感じになってます、はい、もうきっかけがもうあったということですよね。自分自身のことに心にこう気づいて、その発見、出会いのですね、背景には何があったんでしょうか。背景ってなんだろう、自分自身のこう例えばバックグラウンドとか問題意識とか、そうですね、なんだろう、やっぱりこう私自身もこう、はい、なんだろう、気づいたら言いたいことをぐっと抑えてたり、なんていうのかな、感情を素直に表現できない、なんかこう 思ったことを
そのまま怒りとかね、怒りを感じても、うん、そのすごくこう自分の中に抑え込んじゃったりとか、うん、なんだろう、すごく繊細なので人の顔色がすごく気になるんですよ、うん、なんかちょっとあ顔色変わったなとか、今この人こう言ってるけど内面で思ってることと言ってること違うなとか、なんかそういうのがすごく敏感に感じ取れちゃって、なんかこう怖さを常に感じているというか、なんかこう素直にいろいろ考えちゃう、表現こうやって私がこういうふうに言ったらこの人こういうふうに取っちゃって、なんか気使わせちゃうなとか、なんかそういうね、まあ、繊細な人に多いパターンなんですけど、そういうところがあったり、なんかあとその、ま、真面目なね、そのすごく真面目で完璧主義な部分もあって、なんかこう失敗しちゃいけないとか、なんかこうきちんとやんなきゃいけないみたいなのがすごく強かったりして、なんかまあ私自身が多分そうだから、こう今まで出会ってきた友達もね、結構そうやって苦しんでいるというか、そういう部分で自由に自分を表現できない、なんかこう人のことを考えてぐっと抑えちゃう自分の望みとか、本当は怒ってるんだけどそれを言えなかったりとか、なんかこう嫌だって思っててもこう周りに合わせていいよって言っちゃったりとか、なんかそうやってこう周りを気遣うがゆえにこう自分自身と自分の、本当に表現したいことを抑えちゃって、こうその自分自身とちょっとずつずれてっちゃうみたいな、でそこで苦しんでいる人にいっぱい出会ってきたんですよね。なんかそういう友人たちと関わって、なんかなんでこんなに苦しいんだろうねっていうのを、話して言って、まあなんだろう、まあ、そういう出会いがいっぱいあったっていうのが結構大きいかな。なんかこうみんなもっとなんでそんなに魅力的なのに、なんでそんなにそれなんかそのまんま表現したらすっごいみんなに喜ばれるのに、なんで隠しちゃうのかなみたいな、もどかしい思いをいっぱいして、でもそれってそのままその自分に当てはまるっていうか私自身もその思ってることを全部こう内側に閉じ込めて表現しないで全部飲み込んじゃってきていたので、そっか、なんかこのまま出せばいいんだってだんだん気づいてきた感じですね。それとですね、あともう一個、やっぱりその自分の本質とちょっとずれてくると、ずれてくるとっていうかな、なんていうのかな、なんか私自身が全然安心感がなかったんですよ。安心して緩んでここに存在してていいっていう感覚が全然なくて、それなんかそれない時はないって自覚ないんですよ。なんかそれがね当たり前の世界だから、もう別にそんななんか安心感がないっていうことにも気づいてなかったんですけど、もうヒプノヒーリングセラピーを、私にやってくれて、で教えてくれた千原田邦子先生がいらっしゃるんですけど、その先生にヒプノセラピーをしてもらって、なんか
自分でも人に提供したり、やってもらったりを何回も何回もしていくうちに、すごいこう安心感がね積み上がってきて、なんか以前の自分とは比べ物にならないぐらい安心感が増したんですよ。そのね、今まで何度もこう人間関係うまくいかなかったり、こういじめにあったりしてくる中で、なんか集団が怖かったり、新しい人とつながるのが怖かったり、ね、人と関わるの自体がすごく怖かったんですけど、このなんかこうすごく安心感がある場で、安心感を積み重ねながら、あ、なんか私がこ本当はこういうことを感じてたっていうのを言ってそのまま受け止めてくれる人たちがいるんだって、なんかそれを感じた時に、あ、なんか大丈夫だっていうかね、私ここにいてもいいんだ、こういうことを思っててもいいんだとか、ね、言ってもいいんだ、でそのまま受け止めてくれる人もいるんだとか、その私が本当はこう感じてたっていうことを聞いて、いや、それ私だけかと思ってたけど、それ以外にも感じてる人いたんだって、すごいなんか安堵する人がいるんだとか、なんかそういうことを、いっぱい経験させてもらって、ね、安心感が実はなかったんだっていうこととか、ね、安心感が増していったら、こんなにこう自分が言いたいことをこう素直に感じたまま表現できるようになるんだとか、気づいて、それをね、なんかなんだろう、もう以前の私だったり、まだそういう安心感がない人たちにも、こんな風にもなれるんだよっていうのを見せたいなとかね、なんか知ってほしいなって、思うようになりました。はい、そんな背景があったんですね。今も本当にね、そうやっていろんなチャレンジを次々に、されているという、今まさにその渦中にあるという。じゃあちょっとですね、いろいろも本当にお話はお伺いしたいところですけど、ちょうどいいお時間なので、はい、今日は本当に素敵なお話を聞かせてくださりありがとうございました。中野由紀さんのお話をお伺いしました。ありがとうございました。ありがとうございました。